アバンテジュニアブラックスペシャル作ってみました。自分ミニ四駆ってもう劣後世代なんで、フルカウルエアロ、そのパターンのミニ四駆しか作ってなかったというか、それ以外見てなかったというか、のでこういうスーパー系のミニ四駆って本当に多分作ったのこれが初めてです。フルカウルはタイヤ全体をボディが覆うっていう形状のマシンですけれども、こういったのはなんだスポーツカー仕様、 F1 カー、あ、F1 的な感じのモチーフにしたタイヤがもう完全に露出している状態のミニ四駆。でもやっぱな、一番最初に作ったのがフルカウルやエアロのようなボディでタイヤを全体を覆うような感じなんで、字がまたかっこよさがありますな。フルカウルエアロのようなもんをずっと作ってると、たまにこういった違う形状の分も作ってみたくなりますなと思って今回作りました。タイプ2シャーシ、スーパー2シャーシの先祖っていう感じのシャーシでのマシンは初めてでした。